濃いため肌に木が混じり、地に絵が細かにつき、乱れ移りが立つ。波紋は長寿に頭の丸い具の目混じり、足よ盛んに入り、小に絵がつく。作柄より地下影の極めが最も妥当と思われる。地下影は通説に長光門人と伝え、作刀に見る年季は鎌倉末期から南北朝初期まであり、影光とはほぼ同年代で影光の弟弟子と思われる。作風は影光に近似するが、煮えの強いもの、三作帽子が一段と誇張された感のあるもの、帽子の先が尖り心となるものなどがあって、地下影の個性を伺うことができる。